皆さんこんにちは、三森すず子です。ラジオの前の皆さんと一緒に作る番組、夕方パラダイス。火曜日は私三森すず子が生放送でお送りする三森すず子とアニソンパラダイスです。先週は、舞台でお休みを、いただいていましたが、この番組の偉い人が帰ってきましたよ。偉い人ってリピックスが言ってたんだよね。ただいまー、なんとここで、先週助っ人として頑張ってくれた、飯田里穂ちゃんと楠田愛菜ちゃんからメッセージがあるそうですので聞いてみましょう。どうぞ。みもりーん、みもりーん、私たち無事に放送終われましたよ。終わりましたよ。またお疲れ様でした。舞台お疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、貢献できたかな、夕方パラダイスに。できたといいな。ね、頑張ったもんね。頑張った、うん、体張ったと思う。ラジオなのに体張った気がする、ね、あんなに台本のない恐怖を味わうとは思わなかった、うん、いや本当にすごかった ね。10分間空白のトークね、うん、頑張ったよ。この夕方パラダイスやったおかげで、うん、なんか私たち他のところでも頑張れそうってすごく思いました。そうだね、一つ強くなりました、はい、強くなりました。ありがとうございます。それもこれもみもりんが今回私たちに託してくれたおかげです、うん、はい、ぜひ次遊びに来た時は、うん、みもりんの10分間の空白のトークを。そうですね、聞きたいなって、うん、聞きたい、ね、台本なしの10分間のみもトークを聞きたいなーなんて思ってます。思ってます。ね、どんなこと話してくれるんだろう ね、うん、ね。あと私たち、あの、お寿司も楽しみにしてますんで。んはい。ジャギンでシースー。はい。銀座でスーシー。はい。楽しみにしてるんで。はい。はい。ごちそうさまです。ごちそうさまです。いいんじゃないか。お疲れ様です。またぜひ遊びに来させてくださいね。はい、よろしくお願いします。また来ます。来てください。ここまでが、飯田里穂と楠田愛菜でした。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。いやー、銀座で涼しいってそのまんまだけど。いや、銀座で涼しいはちょっと難しいかもしれないけど。まあ、なんだろう。あの、チェーン店の焼肉食べ放題とかだったらおごるよ。いや本当に助かりました、お二人に来ていただいて。でもまあせっかくだからね、まあリリホワイトとして3人でまた揃いたかったなっていうちょっと残念さも残しつつ、ぜひまた二人に来ていただいて、その時はね、3人揃ってお送りできたらなって思っています。